みなさん、こんにちは。ショリーちゃんのしほです。はい、というわけで、今回ですね、前回というか、この前、フォーエバー21にね、21言い換えてる。言ってきたんですけど、もうね、なんか閉店しちゃうということで、全国で。めっちゃめっちゃセールになってて、今回爆買いしてきたので、紹介していきたいと思います。はーい。はい。でもね、なんかね、全部が全部21あ、そうだ、21だからね。フォーエバー21ね、4月のことなんて言うんだっけ。え、4月はエイプリルでしょ。そっか、4月の21日なんです。そんなことは置いといて、はい、あ、誕生日が4月の21日って言いたかったね。21なんです。ヒカキンさんと同じ。そうなんです、ありがとうございます。いや、ありがとうございますの、よくわかんないけど、はい、はい。で、あのね、完全閉店なんだけど、あの、値引きになってないね、ものもありました。はい、なぜか、まあ、そういうのもあって、とりあえずね、まあそういうのを気にせず、まあ、セールの品だけ買うんではなく、まあ初めてね、しほちゃんとかも行ったので、まあ欲しいなと思ったものがあったら、あの、ゲットしようかなっていう感じで、はい、見てきました。はい、はい、めっちゃ大きい袋なんです。うん、じゃあちょっと見てみましょうか。はい、紹介します。はい、いきます。はい、まず上からだよね。なんでも、まずこちらです。じゃじゃん。あ、見えてましたね。よいしょ。こちらはですね、上です。え、なんていうの、まあなんかね、色的にね、ピンクと、ボタン色、小豆色っていうのかな。そう、小豆色かな。あ、リミちゃんのもあるんじゃないの。リミのもあるんですけど、リミのも、あの、2枚買いました、妹ので。で、こちらが、あの、なんか秋っぽいなと思って買いました、で、こちらが1490円でございます。こちら、値引きになってありませんでした。はい、欲しいもん。まあ、なんでこれを買ったかっていうのが多分後ほど分かるのかな。分かりますね、はい、これがリミちゃんですね。はい、はい、次いきます。次にこちらです。じゃじゃん。見てください、このスカートめっちゃ可愛くないですか。しほちゃんが好きそうなので、こちらなんかね、生地的に、ね、なんていうの、レザーっぽい。そうそう、レザーっぽいので、本当に可愛いので買いました。何でも買います。で、こちらも同じく2枚あります。おいくらでしたっけ、それは。これは1490円から値引きされてて600円になってました。600円、安い。はい、安いですね。で、これとこれでも1200円。まあ、2枚買うとね、そう。そりゃあ誰だってわかるわ。次いきます。次はこちらです。じゃじゃーん。こちらは、それフードついてたっけ。そう、フードついてるんですけど、フード付きの、なんかフード付きのパーカー、トレーナー、めっちゃトレーナーで、めっちゃね、シンプルで可愛いんですよ。で、ポイントとして横にね、バラがついてるんですよ、可愛くないですか、めっちゃ可愛いです。ちょっと丈が短めに、そう、短めなんですけど、なんでも合いやすいですね、あ、こちら値段は2190円から値引きで900円になってました。900円、めっちゃ安い、で、こちらも2枚ね。はい、はい、あ、次いきます。次こちらです。絡まってる、絡まってました。こちらです。こちら完全冬ですよね、めっちゃ可愛い、可愛いの。どこが可愛いかっていうと、この後ろです。これ後ろがこれなのかな。そう、見えるかな、ほら、めっちゃ編み編みになってる。見えるかな、見えてると思う。下までずっとね、編み編みな感じで、ほら、こんな感じで、上から下まで全部です。ね、本当にね、可愛いと思うので、冬に着ます。秋でも着れるけど、着ます。あ、値段いってませんですね。こちらは1790円から値引きで600円になってました。600円、
ね、安いですね。でこちらもお揃いで買いました。はい、よいしょ。あ、次こちらのねズボンです。こちら なんて買ったかわかる？本当はね黒がいいかったんだけど、そう本当はこの黒が良かったんだけど、サイズがねなくて、やっぱりね、そう実エク用しかなかったの、110とか、うんうん、もうねなかったんだよね。なので、うん、ピンクにしました。ピンクを冒険してみようかと思ってね。そうこれね、あのねもう何でも合うかなと思って、まあこういうさ、なんかちょっと長めのこういう黒の黒の下に履けばなんか履くのもいいかなと思って、そうちょっと冒険ですけどね、はい。あとこれ私のダンス用にいけるかな。あ、そうね、ダンスとかにもね、そう使えるかな、うん、こちらもリミのも買いましたね。はい、2枚あります。で、こちらがあのこちらのズボンの値段が790円から400円になってました。安っ、400円だよこれ。2枚買っても800円だよ。分かってる。3枚買っても1200円だよ、うん、安くないですか、ね、でね、あの大きい袋にさらに個別になってたのでこちらも紹介します。はい、この辺はちょっとね、値引きというか小物系だね。そう、小物系で値引きになってないかな。あ、こちらこれなってたかな。これね、あの、こういうやつこういうやつです、こういうやつ可愛いでしょ、うん、今回水玉にしました。めっちゃ可愛いです、うん。で、こちらになってた、これもこちらは390円から200円になってました、うん、はい、こちら2個です。え、次にめっちゃ小物系いきますよ。こちらのチョーカーです。こちらも同じチョーカーです。こちらもチョーカーです。こちらもチョーカーです。はい、あの同じ種類のを2個ずつ買ってね、リミとお揃いにできるようにしました。こんな感じで、みんな、あ、間違えました。で、こっちのね、こういうね、あの黒くて何にも合いそう、服に何でも合いそうのね、うん、チョーカーは990円で、こっちの透明でね、あのねキラキラがついてるものが590円でした。みんなに伝えられてるかな。うん、伝えられてるよね、うん。で、次にこちらです。じゃーん、こちら帽子なんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか。これね、迷ったんだけど色がもうね、これのみでね、これしかなかったんですけど、これ欲しいなと思って。めっちゃ可愛くないですか。なんか電車運転してそう。車掌さん、トトロのお友達。トトロのお友達、男の子供。トトロ、あー、トトロの男の子、こんなかぶってたっけ。かぶってた。うん、でもなんかジブリにありそうですね。うん、ね。で、これが出てくるんだよね。そう、これが出てくるんです。これが合うんだよね。こんな感じ。うん、ね、あのね、これこの茶色にね合うの探してたんですけど、これが一番あったんですよ。なのでこれに買いました、うん。で、これからね、これで着たいと思います、うん。はい、はい、以上。まだあります。最後です。あったっけ。最後、こちらです。じゃーん、これはリミちゃんの帽子。リミが選んだ帽子。私はこっちなんですけど、リミこっちです、うん。リミ、これがいいねって言ったんだよね。これがいいそうです。リミはやっぱ水色がね、大好きだね。ニット帽も好きなんだよね、うん。これ欲しかったよね。冬になったら買う。パパとちょうだい。パパどうする。あ、パパいつもね、黒いニット帽かぶるからね。こんな感じ。いつもやな。前はね、白着が出たから、恥ずかしいからかぶってた。あ、白髪ね。白毛って、白髪があって、でも今白髪ないよ、パパ。うん、ないよ。だからかぶってない。染めたんだよ、パパ。うん、それ暴露していい、いいんじゃない、パパだし。どうですか、
めっちゃいい買い物しました。大満足ですか？めっちゃ大満足です。だってさ、こんなにさ可愛いのめっちゃセールで買えたんだよ。うん、まあね、やっぱり残り物感は否めなかったけど、やっぱり、ね、もう靴とかももうほんとサンダルとかがバーって残ってるぐらいで、ね、100円だったよ、サンダル。ね、すごいサンダルがいっぱいあった ね。でももう季節的にやっぱもうみんな ね買わないんだろうと思うけど、ね、あとやっぱしなんだろう、サイズがないのとか、欲しい、可愛いなと思ってもやっぱサイズがないとか、そういう感じのが多くて、で今回はね、まあ、リミちゃんのも買ってあげたいなということでお揃いにしたかったので、うん、大人用は買いませんでした。ね、大人用の方がやっぱね、うん、あのシュルちゃんは今はもう目がいっちゃうんだけど、うん、大人用の S 着れるので、だけど今回はちょっとね、子供のキッズの方の洋服売り場で見てお揃いを選びました。はいね、うん、どうする、なんか着てみる、せっかくだから着るよ。うん、いやちょっとね、何点かちょっと着てみたいと思います。はい、せっかくなので。え、全部は着れないね。何着ぜ、全部はね、ちょっとなんかこれでこう買ったものだけではちょっとコーデできないのもありそうなので、できそうなのだけちょっと着てみようか。はいはい、じゃあ着替えましょう。はい、着替えました。はい、着替えました。どうですか、ね、リミ映ってる、映ってる、リミ映ってる、どうですか、めっちゃ可愛いです、ね。まあ、イメージ的にはこんな感じ、二人ちょっと違うの着てもらったんだけど、はい、こんな感じでいいんじゃないですか。可愛いですね。下400円だしね、こっちかな、あ、そうそう、あれ、そのスカート600円か、上も600円、そうだよね、600円。で、リミちゃんが着てる上は400円、600円、600円か、だよ、うん。で、リミちゃんカチューシャ一応ね、200円、めっちゃ安い、うん、帽子な、しおちゃん帽子かぶってみる、ちょっとこの服に合わないかもしれないけど、リミの帽子、あ、じゃあ帽子かぶってみる、どこリミの帽子、この上かな、これ多いから、ちょっと値札取ってないけどね、まだね。キャッ、キャッ、キャッ、キャッ。リミが買った帽子はこっち。で、しおちゃんが買った帽子はこっち。めっちゃ可愛い。運転手さん。運転手さん。こうだよね。汽車の運転手さん、うん、こういう帽子だよ。こっちの洋服の方がまだね、気に合うかもしれない。下がね、それだけ、これ誰か着てた、ほんと、学校で同じクラス、うーん、同じところで買ったのかな、じゃあ、そうだよ、いいじゃん、お揃いで ね、いいね、はい、こんな感じはい、じゃあこんな感じでいいでしょうかね。はい、これで終わりにしたいと思います。はい、では、バイバーイ、リミの君ぽ、お、いいじゃん、グミペア、サンジーだ。